車内動画。はい。ということでですね、うん、まあ、バイク屋をね、こう、まあ、やっていくっていうことで、で、まあ、いろんなやり方があるかと思うんですが、まあ、昔だったらね、メーカーと契約して、で、新車をね、販売する。で、まあ、いわゆるね、新車売ってると買い取りとか下取り、ね、乗り換えとかあるじゃないですか。でね、それで、そしてそれをまた、売るなり、またオークションみたいなので売却したりとか、まあ、いろんなね、はい、そういったことがあるんですけど、ということで、まあ、とりあえずね、オークション会社の会員になってね、オークションに参加する、ね、できるようになる、まあ、それをちょっとやっていただければなと思うんですけど、難しいかな。そんなことないですよね。はい、で、まあ、会社経営で大きいバイク屋さんをやるっていうね、で、まあ、中古車しかやらない、そうなるとまあオークション必要でしょ。うーん、で、新車しかやりませんって言ったとしても、どうしてもやっぱり買い取りだの下取りっていうのが出てきますから、そうなったらどうしてもやっぱり古物商が必要なんですね。古物商ね。ってことは、まあ、古物商を持っていればやっぱりそのまま、あれですよね、古物市場、ね、市場に入ってっていうことはやっぱり通常考えられるんですね。で、まあ、一応オークション会社日本だと、まあ、二輪となるとね、 BDS さん、アライオートオークションさん、あとジャパンバイクオークション、JBA さんですかね、そういったものがあるというね、あと、なんとか、オークネットっていうのもねありますけど、あと他にもなんか多分あると思うんですけど、まあ有名どころとしてはね、まあ、その3社なのかな。で、やっぱり関東ですよね。関東なんですよね。まあしょうがないですね、こればっかりはね。やっぱり東京、神奈川、千葉、この辺りに、まあ、あるという感じですよね。はい。で、うん、まあ、とりあえずね、で、古物商を取ってから一応2年っていうね、だいたい2年ぐらい経過、2年経過してることが一応条件なんかに入ってたりするんで、まあ、あの昔もね、まあ、というか前も話して、いるかと思うんですが、なるべく始めるなら早い方がいいということですね。はい、で、古物商を取るということはイコールもう営業をしているということです。いわゆる例えば主な取扱い品目っていうのがありますけどね。で、オートバイ、自転車になるのかな。今オートバイだけですかね。オートバイね、そうなると、うん、オートバイ店ですっていうね、うん、ことじゃないとなかなか、まず警察が許可今出してくれないかもしれない、うん、ちゃんともう店の形にしてね、これからやっていくんですと、っていうんじゃないと、うん、ただオークション会社に入ってね、趣味でバイク買って乗って、安く買えるんでしょみたいなね、で、それであと売るときもなんかいい感じで売れるんでしょみたいなんだと、なかなかまず古物商自体を取らせてくれないんで、許可は下りないかもしれないですよね。はい、で、さらにオークション会場 その審査、ね、入会審査みたいなのがあるので、で、どうなのか、要はオークション会場としてもやっぱりその競りに参加してね、うん、まあ、出品するなり落札するなりっていうのがないと難しいですよね。やっぱりちょっとなっていうね、ことにもなるので、全然取引ないんじゃね、まあ、もちろんそれでも毎月のね、月額の会費とかはね、払ってるわけだから、まあ、もちろんあるんですけど、あと保証金だとかやれなんだとかね、まあ、最初にちょっとお金かかります。で、入会金、入会金、あと保証金、さらに、ただ四輪と違って安いですよね。あと保証人か、保証人も一応ありますね。だからそのあたりでちょっとやっぱり最初はね、なかなかハードルが高いのかなっていう感じもするんですけど、でもこれで生活していくんだっていうね、商売やっていくんだっていうことであればね、やっぱりそれは必要なことだと思うね。はい、で、さらにですね、まあ、オークション会社っていうのもあるんですが、まあ、メーカー契約みたいなことになってしまうとやっぱりなかなか難しい、うん、特に今はね難しいですね。はい、日本のメーカーはまあ、あそことあそこは多分もう慣れない、新規では特に個人経営のじゃ慣れないですね。会社経営で始めたって言っても多分慣れないような気がします。もちろんなんか営業とねコネがあって、
とかそういうことであればもしかしたらできるかもしれないですけど、よほどのことがない限りはできないらしいですね。はい。で聞くところによるとね、あるメーカーは何年後かにはもう3分の1にするそうです、販売店、車両の販売店ね。うん。でそうなって、だからそうなっちゃうと厳しいでしょ、3分の1にするって言ってました。何千店舗ぐらいあるんですかね、日本にね。うん。ではほら昔からやってるとこあるから、そうだからそういうところで結局もう車両を下ろしてない場所があるらしいです。もう そちらには車両は販売はもういたしませんみたいなね。でも販売店だから一応ほら部品の発注だとかそういうのはまた多分できるんだと思うんですけど、それすらも最終的にはできなくなるのかもしれないですね。いろんな問屋さんとかありますから、そちらから買ってくださいみたいなね、いうことになってしまうのかもしれない。どんどん厳しくなりますね、日本はね。3分の1だって。そうすると何かあった時にそれをどこで面倒を見てもらうんだっていう話になっていくね。大手さんが、しかもね、最近大手さんも断る、クレーム処理すら、クレーム処理とかもやっぱり断るっていうね。で、まあ、もちろんね、メーカーからしたらクレーム修理を受け付ける店より、クレーム修理を断る店の方がいいですよね。だってメーカーを出さなきゃいけないからってことになっちゃうでしょ。もうそうなったらもうめちゃくちゃですよね。やっぱりほらお客様のことを考えない、いやお客様が一番ですね、お客様に楽しんでいただくね、って言いながら実際実態はそうじゃないってことになっちゃうからね、不便を強いるそういういろんなあれもなかなか やってくれないみたいなことになっちゃうと厳しいんじゃないですか、どうなんだろう。ということで、まあ、販売店になるのは難しいということですね。はい。そうなると新車を売るのは難しいっていうね。でやっぱり俺日本のメーカーしか やりたくないっていうであればね、でも海外のメーカーでもいいっていうことであれば、ありますよね。例えば、やっぱり一般的なね、その高級車みたいのはちょっとあれだから、一般的なものを売りたいっていうことであれば、まあ、キムコとかね。ただキムコも販売店もだいぶ増えたからやたらめったらなれないかもね。そう、いきなり新規で始めてね、これからのバイク屋始めたんですって言って扱いたいんですけどって言っても場合によっては断られちゃうかなと思いますよね。だからこれが例えば 4,5 年前だったら慣れたかもしれない、すぐ。でもやっぱりいろいろあるみたいですね。やっぱりそれはそうですね、メーカーの側もね、何でもかんでも販売店にっていうわけにいかないから、でそうなると、まあ、あとは SYM とかね、そのあたりで結局ほら高級路線っていうことは、やっぱプジョーとかはちょっとね高級路線なんで、ちょっといやーちょっとなって感じもしますけどね。まあ、そうなってくるとやっぱり、まあ、他にもいろいろありますけど、ただやっぱりね、どこもね簡単にはなれなくなってきてますね、新車の販売っていうのはね。で乗る、やっぱり条件か、ノルマって言わないね、ノルマはないけど条件ってやっぱあるんですよ。最初に何台買うとかね、常時何台在庫するとか、だからそういうことがあるので、やっぱりまあでもそれは日本のメーカーもの方がもっと厳しかったから、ね、厳しいと思うんでね。難しいですけど、まあそうするとやっぱ中古車でも、中古車も高いからねっていうことになってくるんで、バイク屋、ある意味でバイク屋を始めるっていうのはまた難しくなってきちゃう、どんどん難しくなってくるのかな、そんなことをやっぱり思いますけどね。だ今やってるところも生き残るのが大変っていうね見方もありますからね。はい。ただしなんかあれじゃない、なんか気持ち自由な感じもするけど、そんなことないですかね。はい。でまあで中古車云々、どうするとね、あと販売云々だけじゃなってくると、やっぱりあと整備ですよね、整備。で整備は需要はあると思うんです。はい。なぜかというと今ほらもう個人売買とか、ね、そういうのがいっぱいありますから、そうすると買ったはいいけど面倒見てくれるところがないというところでね、修理してくれるところがない、そうなるとやっぱりそういう整備、ね、修理するっていうことをやっていけばね、まあやっぱりね、あそこだったら面倒見てもらえる、ね、で口コミとかでね、あそこは何でもやって見てくれるぞ、ね、いや助かりましたとかね、そうなってくるとこうどんどん、ね、仕事も入ってくるだろうなって、まあ、思うんですけど、ただ修理っていうのはやっぱりある程度スキルが必要になってしまうと、スキルですよね。
やっぱり何にもできないとさすがに無理なんで、よりしかもある程度できるんじゃなくてもうかなりできるっていうところになっていかないと難しいと。そうすると、やっぱりね、そういうことですよ。はい。まあでもそういう修理だけでいっぱい仕事があってね、でお金も入ってくるっていうんだったらそれがいいかもしれないですよね。下手にあのなんか売ってどのものよりも、なんかいいような気もしないでもないですね。ただやっぱりこれからね、新規でバイクやるっていうのはなかなかね、あの要はね、後継ぎがいないバイク屋さんって結構あるんですよ。だからやっぱそこをね、箱物があるんでそのまま継ぐっていうのが一番いいかもしれないですね。ほらメーカーとも契約してたりするんで、そうするとそのままね、そのメーカーとの契約も引き継げてね、やれるっていうことであれば非常にメリットは大きいですよね、特に日本のメーカーね、ただそのまま引き継いでそのままずっとできるかっていうと分かんないですけどそう、今もうそういう時代じゃなくなってきてるから、メーカーの方もその販売店減らしたいっていうね、多分ね、それを一番最初に言い出したのは、まあ、あのメーカーなんですけど、3分の1ぐらいにするっていうね、で、まあ、他の3メーカーはそんなあれでもなかったような気もするんですけど、ただやっぱり追従しますね。ね、でもあのメーカーはちょっと特殊なメーカーだったから、ね、スクーターとかやってるわけじゃないし、そういう大衆にね、世間いっぱいにわーって売るタイプのメーカーじゃなかったから、まあまあそれでもいいのかなっていうね、感じもしたんですけど、ただやっぱりそういう大衆向けの車両をいっぱい作ってるメーカーがそれを始めちゃうとね、でもどこもそうなんですよね。今減らしたいっていうね、販売店をね、もう多すぎるってそう、新車の普通に契約してるっていうことですよ。はい、だからそれを減らして、新車はもう限られたお店だけで売るっていうね、まあ、ことになってきてるということで、なのでやっぱり新たに契約してどんどんってのはやっぱり難しいっていうね、減らしたいのに新たに入ってくるっていうのはできないでしょ、まあ、そういうのはありますよ。昔からやってるところだから継ぐっていうね、まあ、そういうのも一つのあれかもしれないよね。もちろん継ぐっていうことはお金かかりますけどね、まあ、会社経営だったとしてもね、権利金なりあれなんだっていうのは、ね、やっぱり、ね、払わないといけないからね、で個人事業主だったら全部相続になっちゃうんでね、それはそれでね、あれだし、まあ、いずれにしてもお金はかかるっていうね、最初のね、ただメリット大きいんじゃないかとかね、そんなこと思いますけどね、はい、だからまたそういうのを紹介するような、あれがあってもいいかもしれないですね。誰かね、継いでくれる人いないかな、ね、一方でどっかバイクやりたいな、ね、だからそういうのもね、あれかなと思うんですけど、はい、まあ、あとバイク屋をやるとなるとあれですか、仕入れ先ですかね。仕入れ、いろんな問屋さんあるんですけど、で、まあ、例えば、まあ、ウェビックさんとかね、カスタムジャパンさんとか、そういうのも最近なんですよね、そういうタイプのはね。昔はほら普通、いわゆる一般には売らない、ネット、ほらネットでこうなんか ね、やってるんじゃなくて、となるとですね、まあ、プロトさんもありますね。あとグリップ商事さんとかね、まあ、何ありますかね。私もそんなにいっぱい契約してるわけじゃないんで、あれなんですけど、まあ、そのあたり、うちはそうですね、契約してるのは、まあ、桃太郎さんっていうのありますけどね、まあね、あれはでもな、そう、だから、でバイク屋さんじゃないと、やっぱ契約できないっていうのがあるんで、そう、大体ね、あれです、ホームページのアドレスを書いてくださいとか、そんな感じですね。だからほら、バイク屋さんやってますっていうね、だから、バイク屋さんじゃないのに、問屋契約ができないっていうね、そういうあれはありますね。だからうちもおそらく始めた時に契約しようとしてもどこも断られたんじゃないですかね、今入ってるとこね、まあ、カスタムジャパンさんが一番最初かな、最初の方で、まあ、その後モノタロウさんね、あの辺りはまあ普通ですよ、簡単にね、してもただウェビックさんとかはね、なかなか問屋契約簡単にはできないみたい、ちゃんとしたバイク屋さんですかっていう感じですね。うちの知り合いがバイク用品を売ってる、ね、輸入して売ってたんですけど、売ってるんですけど、そこのデータがビッグいいですよなんて話をしてね、たら断られたって言いましたね。断られたって言ってました。だからやっぱりね、そういうのもあるんで、
はい、じゃあちゃんとバイク屋さんっていうね、うん、ことなんですけど、あとはそうですね、何がありますかね、まあ、部品とかね、であとまあやっぱほらタイヤとか仕入れするね、でもハイタイヤが出ちゃうじゃないですか、ハイタイヤって困るんですよね、うん、でそれをほら、まあ、有料だけど回収してくれたりするね、やっぱりそういうところとつながってないと、うん、問屋さんでね契約してして、お金払って持ってってもらうっていうね、だからそこからもタイヤも買うっていうね、うん、やっぱりそれはね、うん、必要な部分があるんですけど、はい、まあ、その他、まあ、そうですね、新車って言っても例えば日本のメーカーね、あとまあ海外のメーカーって、まあ、いわゆる正規品みたいなのあるのね、それとは別にあの並行輸入車ってあるじゃないですか、並行輸入車、だからその並行輸入車っていうものであれば新車でね取り扱いはできますかね、そういう会社ありますよね、例えば IBS さんね、IBS、 あとまあ、 あのオートサロン小山さんもそうだしね、うん、あとは一応ねあのチョップさんもやってくれるんですよね、一応ね形上ね、形上は、はい、ただあの話を聞いたら私はお勧めできない私はうちはあんまりちょっとかそこから仕入れて売るっていうのは難しいかなっていう思いましたね、はい、まあ、そのあたりはまあそのお店次第なんでね、うん、やり方次第ですからあれですけどね、はい、要はあの売るものがなければ結局困っちゃうんでね、あと、まあ、売るものだけじゃなくて、まあ、そういう整備、まあ、整備にしても結局仕入れ先がなかったら部品みんな持ってきてくださいとね、うん、部品はみんな持ってきてください、お客さんにね入れたら取り付けやりますよ、交換しますよ、ね、部品修理やりますよっていうんであればいいんですけど、やっぱり大体お客さんほら自分でも困ってるから部品とかねそういうのもだからある程度そういうのできる人だったら、まあ、自分でもやっちゃうっていうねあれでもなると思うんで、そのあたりでどうねあれするかっていうことだと思うんですよ、やっぱり日本はどうですかね、どんどん、まあ、メーカーは販売店を減らしたいっていうねあれで、さらにそうですね、いわゆる普通の街のバイク屋さんがなくすぐなくなっちゃうっていうわけじゃないんですかね、メーカー契約しなくなったからじゃあもう なくなるわけじゃないから、ただそうは言ってもやりづらくなっていくんじゃないですかね、いきなりこっからもう、どこどこさんあなたはもうあの来年度からは車両は下ろしませんみたいなのはね、ちょ例えば1年間に1台も買ってないとね、うん、仕入れしてない注文もしてないってなったらまあさすがに、もう終わりしますっていうのがあってもおかしくないと思うんですけど、うん、ただ今ね注文しても車両来ないでしょ、で車両が来ないってことはどういうことかというと、そのランクがあるわけですよ、何台仕入れたっていう年間ね、年間何台仕入れたっていうランクがやっぱりあって、そのランクに応じて翌年度のその仕切りだとかそういうのがみんな変わってくるんですよ、はい、結局そういうことなんですよ、だからそれがだけど注文しても結局来ないで注文すらもできないっていうのが今の現状なんですよね、そうでそうなってくるとどうしようもないじゃないですかね、だからそれでね、仕入れが今ねランクはこうですからもうあの契約しませんみたいな風に言われちゃうとね、それはそれで辛いなっていう気がするんですけどね、うん、まあ、あとは、ね、どっかのメーカーみたいに、何 cc ね 126cc 以上の車両に関してはいわゆるそのメーカーのそのあれのねディーラーみたいなところと、あとはそのなんとかディーラーみたいなところ以外は仕切りがもう 95% ですみたいなね、現実問題もうやめてくださいって言わんばかりのね、うん、で、販売店の方がもう仕入れなくなるっていうねそういうだから結局それでもうそのまま切るとね、もう契約あのこの契約は終わりですみたいな感じになっちゃうとかね、
うん、そういうやり方、うん、まあ、実際何を狙ってやってるのかはね、また分かんないですけど、ただまあメーカーの考えとしてはね、やっぱ販売店を減らしたいっていうね、それはあるみたいなんですよ。そう、うん、販売店が100あっても10でも売れる台数が一緒だったら10でいいですよねってなっちゃうでしょ。そういうことですよね。そういうことなんです。だからそのうち日本のメーカーもうちの近くにはもうないから、日本のメーカー買え、もうどこどこのメーカーはちょっとやめる、買えない、買わないっていうのが出てきてもおかしくないじゃないですか。よくキムコとか言われますもんね、うちの近くに販売店がないからって言ってね。うん、ね、でもそういうことが日本のメーカーでも言われるようになるかもしれないですね。特にスクーターとかね、その系統になると厳しいんじゃないですか。まあだから販売店をやろうとすると大変ですね、今からね。バイクどういう、よほどスキルがあればね、いろんな技術が、ね、あれば別ですけど、ただ私みたいに何もなくてただバイク屋を始めるってやると、いやーそれはちょっと無謀じゃないかっていうね、風になるかもしれないですね。自分でもそんな感じがします。 今からじゃできない、ね、危なくてね、何もないところが 今やったら多分もう 無謀ですよね。でもね、うん、やり方次第で、結局ほら自分が全て決めて自分でやるんで、やり方次第でやっぱりやっていくこともできるんじゃないかとかね、そんなことも思ったりいたします。はい、やっぱりあれですかね、継ぐ人がいないっていうね、うん、だからそういうところをね、ついでバイク屋をね、ほらそうするとそこに来てたお客さんもとりあえず安心だしね、なくなっちゃうと困っちゃうじゃないですか。もちろんあの経営者変わるとちょっと違うなって言ってね、離れていく人もいるかもしれないですけどね。でもまあその、まあ、それはそれでね、うん、また違うお店に、そしてまた新たなね、経営者変わって、あ、ここのお店行こうかなっていう気になるかも。だからまあプラマイがプラマイゼロということでね、うん、まあ、どっちもあるといいんですけどね。だからそういうのもあるんで、非常にやっぱり、まあ、継ぐっていうのも一つのあれですよね。ただ若くないとね、やめて、はい、あの会社定年してくるからっていうのはちょっとやっぱりね、いやーってね、私もよくね、知り合いの、いやーもうすぐ人いないからさ、いや俺が年変わんねえじゃん、いいかよっつっていや、それはっつって、うん、ね、そうね、困っちゃうでしょ、そういうことなんですよ、ね、だからね、バイク屋を始めようということでね、まだ、4年ぐらい前ですよ。その頃はまだなんかね、いい感じだったんですけど、最近はもうどんどんなんか不穏な感じになってきたんで、やばいですよね。はい、だからね、はい、もしやろうという方はね、頑張ってください。いや、私はちょっと、ね、店長とか、ね、いたらいいんじゃない。